摂津の有力黒人領主、池田氏の重臣、荒木村重は、隣接する我が惟政殿、白井河原の戦いにおいて、池田軍を指揮して大勝利を収め、主家をしのぐほどの誠意を得た。元亀4年1573年初頭、将軍義昭と織田信長が対立すると、畿内近国の守護や国衆たちはどちらにつくか選択を迫られることになった。荒木村重は義昭派の池田知政を追放して、大阪で上洛してきた織田信長に謁見して心中を誓った。この時、信長が太刀の先に饅頭を突き刺して荒木村重に差し出すと、村重は顔色も変えず饅頭に食らいついたという。この場面は江戸時代浮世絵師によって描かれ、世に広まることとなった。ああ、この絵ね。これ、長い間荒木村重ってケツアゴだと思ってたんだよにゃ。まんじゅうをくわえてるって気づくまで10年以上かかった。その後、義昭方についた池田知政は結局は信長に降伏し、荒木村重の下につけられ、荒木久左衛門と名乗るようになる。ところで、和田惟政の嫡子惟長は白井河原の戦いでの逃げっぷりから諸将の信頼を失っていた。元亀4年1573年3月、彼は家中で信望を集めつつあった高山飛騨守右近親子の暗殺を計画した。しかし逆に切られ、城を追われた。和田惟長は逃亡先で死亡したとも、生き残ったとも言う。高槻城を手に入れた高山府氏は荒木村重と通じ、その幕下に入った。以降、荒木村重は織田信長の俗称として織田軍の合戦に参加しながら、摂津での勢力を拡大していった。荒木村重は信長に臣従した数ヶ月後の元亀4年7月、足利義昭がこもる牧島城攻めに参加した。牧島城はかつて京都の南宇治近辺に存在した小倉池に浮かぶ島に築かれていました。現在、城の遺構は全くなく、住宅地の中の小公園に石碑が立っています。少し離れた牧島公園にも案内板と石碑があります。 JR 宇治駅から約 1.4km です。義昭追放後、元亀は天正に改元された。信長は畿内において義昭派残党の総統選を進めた。三好三人衆の一人岩成友通は足利義昭に呼応して山城淀城にこもっていた。信長の命を受けた木下秀吉、細川藤田からの軍勢が淀城に攻め寄せ落とした。この戦いで岩成友通は討ち死にした。三好長康は行方不明となり、三好総尉は永禄末年に病没していたため、三好三人衆は完全に崩壊した。戦国時代の淀城は江戸時代の淀城と区別して淀古城と呼ばれています。桂川、宇治川、木津川が合流する水運の要衝に築かれていました。
ちなみに、この3つの川が合流した下流側が淀川です。現在、城の遺構はなく、妙教寺の境内に淀古城の石碑が立っているだけです。京阪淀駅から 0.6km です。同じ妙教寺の境内には、戊辰戦争戦死者の碑も立っています。近くの路上には、淀古城薬師堂跡の石碑もあります。同年12月、佐久間信盛が首相となって、三好義継のこもる和解城を攻めた。牧島城を出た足利義昭が、この和解城に逃げ込んだが、佐久間らが攻めたのは、義昭が和解城から退去した後だった。荒木村重もこの戦いに参加した。村重にとって三好義継はかつての主家池田氏のそのまた主家にあたる。この戦いで三好義継は自害に追い込まれた。和解城は大和川の本流と支流に挟まれた平城で、南北に走る平方道と東西に走る俊徳道が交わる要衝でした。大和川は江戸時代に放水路が開削され、環境が大きく変わっています。現在は解説板が立っているのみです。近鉄奈良線和解江田駅から約 1.2km です。三好義継が滅ぼされた一方で、多聞山城の松永久秀は降伏して許された。天正2年1574年11月、荒木村重は義昭派残党総統戦の一環として伊丹城を攻め落とし、伊丹近沖を滅ぼした。村重は伊丹城を自らの居城とし、名を有岡城と改めて大改修を加えた。有岡城、伊丹城は JR 伊丹駅のすぐ西側のミニ公園に石碑が立っています。この辺りが主郭だったといいます。土塁や石垣、大きな空堀が整備されています。荒木村重に関する説明もあります。鉄道敷設のため主郭東側の大半を失いましたが、東側には稲川が南北に流れています。有岡城は町をぐるりと囲んだ総構えの城として知られ、城の範囲は南北 1.7km、東西 0.8km に及びます。防御の要所には3つの砦が配置され、北に岸の砦、西に上楼塚砦、南に日踊塚砦が築かれていました。北の岸の砦は現在の稲野神社付近と推定され、土塁や堀が残っています。また、伊丹市街を歩くと、再現された江戸時代の大溝跡を見ることができます。有岡城の堀を埋めた後に、石造りの大溝を築いていたそうです。江戸時代の伊丹は、近郊の鴻池から始まったといわれる、清酒醸造で栄えました。翌年には、有馬軍を領する有馬国秀を自害に追い込んで有馬氏を滅ぼした。有馬氏は播磨赤松氏の一族で、南北朝時代以来有馬軍は摂津の国にありながら、摂津守護細川氏に属さず、有馬氏が文軍守護として播磨守護赤松氏に属していた。しかし
赤松氏が衰退し、三好長慶が台頭してからは三好氏に従属していた。有馬氏の居城がどこであったか明確な資料はないが、有馬軍の中心は三田で、後に久喜氏が三田陣屋を築いた周辺にあった三田城が考えられる。三田城は JR 三田駅から約 1km 向こう側の西の高台に築かれていました。現在は三田小学校と有馬高校が建っています。三田小学校が巨漢内堀を挟んで北側の有馬高校が二の丸だったといいます。ちなみに摂津有馬といえば有馬温泉。有馬温泉には秀吉とねねの像が別々にあります。温泉はかなり熱いと感じました。あとあるおじいちゃんがたくさんいました。摂津。まだ帰るな。信長は荒木村重摂津の国一式支配権を与えた。一式支配権とは国または軍の一元的支配権のことである。村重は大阪本願寺を除く摂津一国を支配することとなった。荒木村重はその後も越前一向一揆殲滅戦に参加したり、信長与党の備前村上氏を助けて宇喜多直家の波状を攻撃したりと、信長政権を支える武将として摂津の兵を率いてまさに東西を駆け巡った。天正3年1575年3月、信長は本願寺包囲作戦に着手し、伴直政に南山城大和の国の一式支配、長岡細川藤高に山城西岡と丹波二軍の一式支配を委ねた。そして天正4年1576年4月、信長は本願寺攻撃を命じた。動員されたのは先に本願寺包囲作戦のために配置された荒木村重、伴直政、長岡藤高の三将に加えて明智光秀である。荒木村重は尼崎から野谷砦を構え、明智、長岡は北東の森口、森河内、伴は南の天王寺砦に布陣した。伴直政は本願寺方の砦で三寺を攻撃したが、敗れて討ち死にしてしまった。本願寺勢は逆襲に転じ、天王寺砦を包囲。織田勢は危機に陥ったが、信長自ら出陣し本願寺勢を追い返した。天王寺砦は現在の月光寺とされています。大阪メトロ谷町線四天王寺夕日が丘駅から約 0.2km です。解説板等はありません。上町台地の西端に位置し、西側は土地が低くなっているのがわかります。三寺というお寺は難波に現存しますが、砦の遺構などはありません。石碑、合戦に関する説明板等もありません。2023年11月完成予定で、お寺の真上に15階建てのホテルが建つそうです。この戦いの直後、本願寺との戦いを本格的に進めるべく、信長は佐久間信盛を司令官に任命し天王寺に送り込んだ。また村重は
播磨国衆の掌握に奔走したが、天正5年1577年10月、羽柴秀吉が播磨支配のために派遣された。荒木村重の織田政権内での先行きに暗雲が立ち込めてきた。